ルイベローが描いたルーブルで展示されているマリー・ド・メディシスの生涯。マリー・ド・メディシスの生涯はフランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスが描いた24点の連作絵画の総称。フランス王アンリ4世妃のマリー・ド・メディシスがパリのリクサンブール宮殿改修時の装飾絵画として1621年秋にルーベンスに制作を依頼した作品群である。 1622年初頭に正式な絵画制作契約が結ばれ、マリーの娘、アンリエット・マリーの結婚式に間に合うように制作が進められた。全24点の連作のうち21点の作品の主題となっているのは、マリーの生涯における重要な出来事で、マリーが経験してきた苦難や映画が描かれている。残る3点の絵画には、マリーと両親の肖像画が描かれている。 現在、マリー・ド・メディシスの生涯はすべてパリのルーブル美術館が所蔵しており、リシュリュー・翼のメディシスの間、またはルーベンスの間と呼ばれる部屋に展示されている。マリー・ド・メディシスがこの極めて壮大な計画を思いつき、ルーベンスに連作絵画を描かせた背景について多くの説が存在する。ジョン・クーリッジは、ルーベンスがデザインを担当し、 その工房が手掛けていた有名な連作タペストリー、コンスタンティヌス大帝の生涯に、マリーが対抗心を持ったのではないかとしている。同時期にルーベンスは、後に連作、マリー・ド・メディシスの生涯に組み入れられる、最初の数点の絵画も描いていた。また、当時のルーベンスは、マリーの息子でアン・リヨン世の死後に、フランス王位についたルイ13世の依頼で、油彩の終作を多く描いていた。 このこともマリーが1621年の終わりに、ルーベンスにマリード・メディシスの生涯の制作を依頼したことに影響を与えた可能性があると考えられている。しかしながら、マリーがマリード・メディシスの生涯を制作させた最も大きな理由は、自身の生涯を不朽なものとするためであり、この壮大な計画を実行できるだけの能力を持ったルーベンスに、 白羽の矢が立ったとする説も有力である。当時のルーベンスは極めて優れた画家として高く評価されており、諸国の有力諸公たちとも親密な関係を築いていた。例えば、マリーの妹エレオノーラが結婚したマントバ公、ヴィンチェンツオ一世イ・ゴンザーガーも、キャリア初期のルーベンスの才能を認めて、自身の宮廷に迎えている。ルーベンスがマリーと交わした制作契約書は、 詳細なものではなく、マリーの生涯を何点の作品に描くのかが主な内容だった。これは未完に終わったマリーの夫アンリ四世の生涯を称える連作、アンリ四世の生涯の制作契約書に比べると極めて内容の薄い契約書だった。契約書にはすべての人物像をルーベンス自ら描くこととされており、弟子は背景や細かな部分しか手掛けることができなかった。 マリー・ド・メディシスの肖像をピーテル・パウル・ルーベンス、プラド美術館、マリー・ド・メディシスは、1600年10月5日に、フランス王アンリ4世の2番目の王妃となった。マリーの父は、トスカーナ大公フランチェスコ1世である。アンリ4世がマリーと結婚した理由として、マリーの王子にあたるフェルディナンド1世が、当時のトスカーナ大公として、大きな権力と財産を握っていたことも、関係している。 アンリ4世は1610年に死去し、フランス王位を継いだのは、マリーとの間に生まれたわずか8歳のルイ13世で、マリーは、幼いルイ13世の摂政の役割を果たすようになっていった。しかしながら、ルイ13世が1614年に13歳になっても、マリーは摂政として、フランスの実権を手放すことはなかった。そして1617年、当時15歳だった。 ルイ13世は自身でフランスを治めることを決意し、マリーをブロワ城へと追放するに至った。その後4年にわたってマリーとルイ13世は和解しようとはしなかったが、1621年にマリーのパリ帰還が許された。パリに戻ったマリーは建築やリュクサンブール宮殿の装飾に熱中するようになり、ルーベンスがマリーから膨大な美術品制作を受け負うようになっていく。 この頃のルーベンスは、マントバコー・ヴィンチェンツを一世、ゴンザーガの宮廷画家を務めていた。マリーとルーベンスが初めて面識を持ったのは、1600年にフィレンツェで行われたマリーとアンディ4世の代理結婚式の場だった。1621年にマリーはルーベンスに、リュクサンブルール宮殿の装飾用として、マリーとアンディ4世を描いた2点の大きな肖像画制作を依頼した。 この2点がマリーの生涯を空意に満ちた21点の連作絵画として描き上げた最初の作品だった。21点の絵画が完成したのは1624年の終わりで1625年5月1日に行われたマリーの娘アンディエット・マリーとイングランド王チャールズ一世との代理結婚式で装飾として使用されている。 マリーの夫アン・リヨンセイの生涯を描く連作は結局未完に終わり、終作、下絵が数点減損しているだけである。これはマリーが1631年にルイ13世にフランスからの永久追放処分を受けたことにも一因がある。マリーはブルッセルに亡命し、その後、かつてルーベンス一家が15年以上住んでいた邸宅で1642年に死去した。 マリー・ド・メディシスの生涯はルーベンスにとって最初の大規模な絵画制作以来であったが、マリーの生涯を21点もの絵画として描き出すのはルーベンスにとっても極めて困難な作業だった。それまでのマリーの生涯で絵画の題材になりそうなのは、フランス王アンリ4世との結婚と二人の間に6人の子供を設けたことぐらいだったからである。 当時は女性を称賛するような美術品が制作されることはあまりなかったが、ルーベンスは異性が持つ美徳に深い敬意を抱いていた芸術家であり、オーストリア大公ーイサベルクララ・エウヘニアの肖像画などにこの傾向が顕著に見られる。とはいえ、マリーの生涯は夫のアンリー4世のそれとは違って華やかな勝利に満ちたものでも強敵と争った経験があるわけでもなかった。 それどころか、マリーは政治的不祥事を多く引き起こしており、これらの出来事をそのまま描き出すことは、ルーベンスにとって物議を醸し出し、他の宮廷人たちから非難される恐れすらあった。このような事態を避けるために、ルーベンスは自身が持つ豊富な古典文学の知識や伝統的な絵画表現技法を用いることにした。マリーの生涯における日常的風景を取り上げ、 それらを美化した作品を繊細な筆致で描いたのである。16世紀から17世紀にかけて、キリスト教的世界を描いた美術作品に取り入れられた具位は、教養ある芸術家や一般市民にとって馴染みあるもので、作品の芸術性を高めるために多用されていた。例えば、ルーベンスは、マリーの母親、ジョバンナを、ギリシア神話の神々に囲まれている。 神格化された女性として描いた。これらギリシア神話の神々は、マリーを際立たせるために意図的に不明瞭に表現で描かれている。マリー・ド・メディシスの生涯は、他の芸術家たちにも影響を与えた。ロココキのフランス人画家アントワーヌ・バトーや、フランソワ・ブーシェは、この連作の模写を描いたことがある。 マリー・ド・メディシスの生涯を制作中だった1623年に描かれたルーベンスの自画像。ロイヤルコレクション所蔵ピーテル・パウル・ルーベンスは北方ヨーロッパの芸術家たちに極めて大きな影響を与えた芸術家であり、その作風や技法は当時の美術界において最も重要な地位を占めていた。ルーベンスが制作した版画、彫刻、 絵画など様々な美術品は3000点以上に上り、絵画のジャンルも歴史画、宗教画、偶意画,画、祭壇画、肖像画、風景画など多岐にわたっている。ルーベンスが最もよく知られるのは、鮮やかで豊かな色彩にあふれる衣装に包まれた人々を描いた肖像画家としてであり、キリスト教や古典古代からの伝統に対する優れた知識に裏打ちされたものである。 ルーベンスが身につけたギリシアやラテンの古典的教養がそのキャリアに影響を与え、さらには同時期の芸術家たちとは一線を隠す存在に高めた。キャリア初期のルーベンスはオットーファンフェームのようなフランドルの画家に支持していたが、ルーベンスに最も大きな影響を与えたのはイタリアでの修行時代に出会った古代ギリシアローマ、彫刻やミケランジェロ、ラファエロ、カラバジョ、 ティツヤーノ、ベロネーゼといったイタリア人芸術家たちの作品だった。ルーベンスはこのイタリア滞在時にラオコーン像のような古代彫刻を複製するとともに優れた先人たちが描いたドローイングの収集を始めている。さらにはイタリアルネサンス期の巨匠たちの新作、複製画も熱心に収集していたが、それらにも増して同時代の芸術家たちの作品を 数多く収集していた。ルーベンスが最も多く集めていたのは同時代のフランドル人芸術家アドリアーン・ブラウエルの作品である。ただしこのことは金銭的に恵まれていなかったブラウエルに対するルーベンスの自悲心からの援助だったという可能性もある。ルーベンスと同時代の芸術家の中には中世にわたってルーベンスの良き友だった人物もおり、 これら友人たちからの影響がルーベンスの作品に深く刻み込まれている。マリー・ド・メディシスの生涯の制作依頼を受けた頃のルーベンスは北方ヨーロッパで最も有名で優れた絵画技法を持った画家だった。特に壮大な宗教画で高く評価され様々な地方生態や教会から制作依頼を受けていた。このような状況下でマリーから依頼のあった マリード・メディシスの生涯は、ルーベンスにとって、宗教画だけではなく、世俗画でも優れた作品を描くだけの技量を持つことを示す絶好の機会だった。ルーブル美術館、リシュリー・ツバサ、メディシスの間で展示されている、マリード・メディシスの生涯。マリード・メディシスの生涯は、マリーの高級だったリュクサンブルール宮殿の待合室の壁に、マリーの生涯の時系列順に時計回りで、 飾られていた。現在、マリー・ド・メディシスの生涯を所蔵しているパリのルーブル美術館でも同じくじ系列順で展示されており、描かれている時期としては、マリーの幼年時代、フランス王妃時代、アンリ四世と死別後の摂政時代に対別できる。すべての絵画の縦図は同じだが、横図は飾られていたリュクサンブール宮殿の部屋の形に合わせて様々である。 24点の絵画のうち16点が高さ4メートル、横3メートルの壁に飾られており、3点の大きな絵画が高さ4メートル、横7メートルの壁に飾られていた。マリー・ドメディシスの生涯が飾られていた、リュクサンブルール宮殿の町合室の出入り口は、南東の角に設けられていた。この出入り口から見ると、サンドニの体幹と、アンリ4世の深刻化と、摂政就任宣言が、 最も目立つ位置に掛けられていた。出入り口が切られた壁には、マリーの幼少時代を描いた絵画と、マリーとアンリー4世の結婚を描いた絵画が掛けられていた。4点もの絵画が2人の結婚を題材として描かれているが、アンリー4世と結婚した時のマリーが27歳という高齢であり、当時の女性の初婚年齢としては、極めて珍しかったからだとも言われている。 24点の連作のうち、前半の作品は、北と西の壁に掛けられており、マリーの体感で終わる。出入口の向かい側の壁には、後半の作品となる、アンリ4世の暗殺と政権の引き継ぎの絵画や、未亡人となった、マリーの殺傷宣言の絵画が掛けられていた。連作後半の作品はマリーが、フランスの統治権を掌握して、物議を醸した、次期の絵画から始まっている。 マリーとその息子でフランス王位を継いだルイ13世との衝突と和解などがマリーからの要望で連作後半の主題として描かれたのである。歴史的観点からすると当時のフランス政局下でこのような主題の絵画を描くことは大きな混乱を巻き起こす可能性があった。ルーベンスにとってもフランス宮廷人たちからの怒りを買うようなことは全く本意ではなかった。 そこでルーベンスはマリー・ドメディシスの生涯の連作後半を古代神話の世界に固くして描くことにした。神話画に描かれる悪徳や美徳を意味する偶意や象徴、あるいは宗教的な非を多用することにより、現実世界で生じた事件を曖昧に表現して隠そうとしたのである。歴史的真実に対するこのようなルーベンスの姿勢は恣意的で誤っており、 不誠実だと取られるる可能性もあるしかしながら、現代的意義からすると、歴史家もジャーナリストも、マリー・ド・メディシスの生涯は、歴史的事実の描写ではなく、歴史的な出来事を私的世界に変容した、美術作品であるとみなしている。ルーベンスが、マリー・ド・メディシスの生涯で採用した物語的、表現手法の源流は、古代ローマ・ギリシア時代に書かれた。 理想的王件や優れた生態への賞賛文にある。このような賞賛文は、四次の王子の誕生などといった政治的にも重要な出来事に際して書かれることが多く、異性者の権威を高め、その決闘を称える目的に使用された。賞賛文の正式な構成は賞賛の対象である人物の祖先から始まり、生誕、教育、そして一人立ちしてからの生活と、その生涯を、 時系列順に詳細に解説していく流れになっている。ルーベンスがマリー・ド・メディシスの生涯で採用した構成は、これら古代の小山文を絵画として再現したものなのである。マリー・ド・メディシスの生涯の価格はおよそ2万4千ギルダーだった。その総表面積は292平方メートルである。ため、1平方メートルあたり約82ギルダーになる。 マリード・メディシスの運命連作。マリード・メディシスの生涯の最初の作品は、マリード・メディシスの運命である。ローマ神話に出てくる三柱の運命の女神、パルカ神をよじって、雲に座し、天界の王であるユピテルというのを見上げている。羅針のパルカたちは美しく、マリーの運命の糸を紡ぐ姿で描かれている。パルカたちの存在が生まれてくるマリーの幸運と、 統治者としての成功を保証しており、これ以降の作品群にマリーの幸福な生涯が描かれることを告げている。ローマ神話のパルカは人間の寿命を決める女神で、カズトメが運命の糸を紡ぎ、二人目が運命の糸の長さを決め、最後の一人が運命の糸を断ち切ることによって、その人間の寿命を決定するとされていた。しかしながら、マリード・メディシスの運命では、 運命の糸を断ち切る役割のパルカは描かれておらず、マリーが特権階級であることと、その生涯が不及であることが強調されている。マリー・ドメディシスの生涯の最後の作品でもこのテーマが再登場しており、マリーは展開の女王として自身の王宮へと昇天し、その生涯が永遠の名声に満ちたものだった様子が描かれている。初期の研究者たちは、 ユノが出産の女神として描かれていると考えてきた。しかしながら、後年の研究者たちは、ルーベンスが、マリー・ド・メディシスの生涯前作を通じて、ユノを、マリーの分身、あるいは化身として表現したと解釈している。したがって、ユノの夫で多情で知られる神ユピテルは、マリーの夫で何人もの愛人がいた、アンリ四世の象徴として描かれていると言われている。 公女の誕生2点目の作品は公女の誕生と呼ばれている。1573年4月26日にマリーが生まれた時の絵画で様々な象状や偶意が多数描かれている。画面左下には二人のプットがマリーの紋章が刻まれた盾を手にして踊っている。これは天界が新たなメディチ一族が生まれたことを喜んでいることを意味している。 画面右下に描かれている川の神は、おそらく、メディチ家の故郷であるフィレンツェを流れるアルノ川の象徴である。栄治、マリーの頭上には豊穣の象徴であるヤギの角が描かれ、マリーの将来に栄光と幸運が訪れることの予兆となっており、ライオンは権力と精神力の象徴となっている。マリーの頭上には輝く円行があるが、これはマリーが、 キリスト教徒であることを表現しているのではない。この沿行は皇帝の象徴であり、マリーの神聖と将来のフランス統治を意味している。また、マリーは、金魚宮の生まれとされているが、この作品には、ジンバ宮を象徴する、犯人半板が描かれ、王権を守護神する役割を与えられている。皇女の教育、皇女の教育にはマリーが勉強する姿が描かれている。 マリーの教育を担当しているのは、アポロン、ミネルバ、メルクリウスの三柱の神々である。アポロンは芸術、ミネルバは知恵を司る神で、メルクリウスは神々の伝令であり、巧みに言葉を操る雄弁さで知られる神である。神々からマリーへの贈り物である杖、カズケウスを差し出すメルクリウスが極めて印象的に描かれている。 メルクリウスはマリーに雄弁と美の女神から託された美しさを授けていると一般に解釈されている。しかしながら連作マリー・ド・メディシスの生涯のうち6点の作品に描かれているカドケウスは平和と調和の象徴でもある。マリーが平和裏にフランスを統治したことの予兆としての役割も与えられているのである。村娘風の純朴な衣服を身につけたマリーに 三柱の神々が教育を与えるという構成は、マリーが将来フランス王妃として直面するであろう、様々な苦難や試練に対する備えをしている情景を描いている作品だと解釈されている。また、三柱の神々はマリーに、理性に裏打ちされた自由な心を授け、両親とは何かの知識を与え、そして神々と王妃との聖なる関係性を掲示するという、 より重要な役割を果たしていると言われている。この作品は、聖なる存在と俗界の存在との関係を、華美なバロック様式で演劇風に描いている。神々は、性質な象徴としてではなく、積極的に、マリーを教育するものとして表現されている。画面右側には、羅針のサンの三シ神エウプロシュネ、アグライア、タレアが描かれ、マリーに美しさを与えている。 アンリ四世へのマリーの肖像画の贈呈、マリー・ド・メディシスの生涯は、個々の作品としても、連作全体としても極めて高く評価され、価値ある芸術品だとみなされてきた理由として、歴史的要素も考慮の一つに入れる必要がある。この、アンリ四世へのマリーの肖像画の贈呈は、絶対君主制の幕開けとも言うべき時代に描かれた作品で、当時では、 冒険はその肉体的存在を超越したものだと、みなされていたことに留意する必要がある。そのため、マリーはこの世に生を受けて、以来、死が運命づけられたあまり人よりも豪奢な生涯を送ることとなった。アンリ四世へのマリーの肖像画の贈呈に自身を意味する象徴物と共に描かれている古代の神々は、この作品の鑑賞者に対して、 絶対君主制の概念をこれ以上ない形で提示する機能を果たしているのである。モーツァルトのオペラ、魔的に登場する王子タミーノのように、絵姿のマリーに一目惚れするアンリ4世が描かれている。愛の神キューピットがアンリ4世に付き従い、結婚の神ヒュメナヨスがマリーの絵姿を未来の夫でフランスをたるアンリ4世に紹介している。 画面上部には雲に乗ってアンリ四世を見下ろすユピテルというのが、二人の結婚生活が幸せに満ちるであろうことを鑑賞者に約束し、この結婚を祝福する様子が描かれている。アンリ四世の背後に立つ女性は、擬人化されたフランス王国の化身である。その左手は、将来のアンリ四世の王権に対する称賛を支持し、分かち合うことを示唆している。ルーベンスは、 マリー・ド・メディシスの生涯の各作品に何度も擬人化したフランス王国を描いている。作品によって男性にも女性にも描かれるフランス王国だが、このアンリ・4世へのマリーの肖像画の贈呈では男女両方の役割を持って描かれている。アンリ・4世に対するフランス王国の親密な仕草はアンリ・4世とフランス国土が密接な関係を持っていることを意味している。 一般的にこのような仕草は、秘密を共有する、男性同士がする仕草である。まとうドレスから、フランス王国は女性として描かれており、さらには、襟元からは膨らんだ胸元が見える。しかしながら、フランス王国の下半身、特にふくらはぎと古代ローマ風の長靴からは、男性らしい力強さが感じられる。貝菓子において、男性の力強さを表す衣装は、 その立ち姿と力感あふれる足だった。マリーとアンリー4世の結婚交渉中に多くの肖像画がやりとりされた。アンリー4世は肖像画に描かれたマリーの外貌を気に入り、マリー本人と直接顔を合わせた時には肖像画に描かれた姿よりもさらに強い印象を受けた。この二人の婚姻は大きな好感を持って迎えられた。 ローマ教皇や多くのフィレンツェの有力貴族たちからも指示され、この結婚が双方にとって利益をもたらすと考えられたのである。ルーベンスは人物像を緊密で一体なモチーフにまとめ上げて表現している。すべての人物が同等の重要度で描かれており、人物と空間とが極めて巧妙な手法で描き出されている。マリー・ド・メディシスとアンリー4世の代理結婚式。 マリード・メディシスとアンリー4世の代理結婚式には、1600年10月5日に、フィレンツェの大聖堂で挙行された、フィレンツェ大公女マリーと、フランス王アンリー4世の代理結婚式の情景が描かれている。結婚式を主催したのは、数奇教、ピエトロ・アルドブランディーニだった。当時の王族の結婚式によく見られたように、マリーの叔父にあたるトスカーナ大公フェルディナンド一世で、 メディチが代理として、花婿の位置に立ち、マリーに指輪をはめている。周囲に描かれている人々は、ルーベンス本人をはじめとして特定されている。実際に、この代理結婚式が挙行されたのは、ルーベンスがこの作品を描く12年前のことで、当時のルーベンスは、ゴンザー学芸に仕えており、イタリアに滞在中だった。若きルーベンスは、花嫁の背後に立ち、 十字架を手にしながら鑑賞者の方を向いている。ルーベンスが他者を主題とした作品に、自身をこれほど目立つように描くことは極めて稀なことだった。ルーベンス以外の参列者として、トスカーナ大公妃クリスティーナとマリーのアネマントバ公妃、エレオノーラ、そしてトスカーナ大公の側近であるロジェド・ベルガルド、二人の結婚をまとめ上げたシルリー公爵らが描かれている。 マリー・ド・メディシスの生涯の他の作品と同様に、マリー・ド・メディシスとアンリ四世の代理結婚式にも、神話の題材が描かれている。バラの花冠を被った古代の結婚の神、ヒュメナヨスが、右手でマリーのトレーンを支持し、左手には結婚式の食材を掲げている。画面上部に描かれているのは、父なる神がキリストの意外を書き抱いているピエタを連想させる。 大理石彫刻でバルトロメオ・バンディネッリの作品である。マルセイユ上陸フィレンツェで代理結婚式を挙げたマリーは船旅でフランスに向かい1600年11月3日にマルセイユに上陸した。ルーベンスはこの作品でもありふれた事物を極めて荘厳な事物として描き出している。実際にマリーがマルセイユに上陸した時にはタラップは上向きで、 マリーはタラップを登っていったが、ルーベンスは斜め下向きにタラップを表現し、マリーはそのタラップを降りていく様子が描かれている。マリーに従っているのは、マリーのオバトスカーナ大抗妃クリスティーナとマリーのアネマントバ皇妃エレオノーラで、カブトと黄金のフルールドリスが刺繍されたマントを身につけて擬人化されたフランス王国が両手を広げてマリーを迎え入れている。 両隣を姉とおばに付き添われたマリーの頭上では天使が2本のトランペットでこの上なく優雅な音色を奏でマリーの到着を全フランス国民に知らしめている画面下部には未来のフランス王妃のマルセイユまでの長い船旅を守護し無事が航海を見守り続けた海の神ネプトゥヌスとネレイス、トリトンが海面から身を乗り出している画面左上のアーチ状の構築物には メディチ家の紋章が描かれ、その下にはレガリアを携えたマルタ騎士団員が立っている。ルーベンスはこの作品に展開と続解、そして史実と軍を温律豊かに描き上げて鑑賞者に教している。ロヒール・アベル・マイテは、マルセイユ・上陸について、興味深い考察を残した。彼は、彼女の周りを極めて豪奢な付属物で飾り立てている。どの作品でも彼女は、 背景の一部に押し込められて見えるほどだ。例えば、マルセイユ上陸で、最も干渉者の目を引くのは、官能的なネレースたちであり、両手を広げたフランス王国に迎えられているマリーは、ほとんど目立ってはいない。マリーとアンディ4世のリーオンでの対面。マリーとアンディ4世のリーオンでの対面は、代理結婚式後にマリーとアンディ4世が最初に、出会った時の情景を偶意画として描いている。 画面上半分には、マリーとアンリー四世が、ローマ神話のユノとユピテルに固くして表現されている。マリーは、ユノを象徴するクジャクとチャリオット、アンリー四世はユピテルを象徴する燃え盛る雷と、ワシと、それぞれの神の象徴物と共に描かれている。重ねられた両者の右手は結婚の象徴である。互いに描かれている場面にふさわしい古代の衣装を身に、まとい。 その図上では結婚の神、ヒュメナヨスが二人を祝福している。左上には調和と平和の象徴たる虹がかけられ、画面下部には二頭のライオンが大きく描かれ、その左には丘がある都市が見える。ライオンはチャリオットを引いており、チャリオットに乗っているのは銃眼のある胸壁を片切った冠が象徴するように、擬人化されたリオンである。ルーベンスは、 マリーとアンリンセ世との出会いを極めて慎重に描く必要があった。当時のアンリンセ世には深く長愛する愛人がいたと言われていたためだった。事実、アンリンセ世の愛人関係の影響でマリーはリヨン到着から1週間近く経つ深夜までアンリンセ世と会うことができなかった。ルーベンスがアンリンセ世を多情な神ユピテルとして描いたのもこのような背景があったためである。 ルーベンスは、マリーとアンリー四世を画面上部に共に描くことによって、二人の高貴な地位を雄弁に描き出している。フォンティーヌ・ブローでの王子の誕生、フォンティーヌ・ブローでの王子の誕生には、マリーが生んだ最初の王子であるルイの誕生が描かれている。ルーベンスはこの情景を政治的安定を主題として描き上げた。最初に、静寂の男児が生まれたことは、将来にわたって、 フランス王として君臨する、四次の誕生を意味していた。当時の王侯君主は四次を設けることが最重要視されており、特に諸子しかいなかった、アンリ四世の場合には、静着の四次を設けることができなければ、男性としての機能を疑問視される可能性もあった。フランスで、王位相続者の称号である同ファンはいるかを意味する。当時、多くの愛人と諸子の存在が、 アンリ4世の正当な多い相続者を定める妨げとなっていたため、宮廷芸術家には宮廷内外に王室の正当性を広める戦略家としての役割も期待されていた。ユノとして描かれたマリーと結婚に満足しているユピテルとして描かれたアンリ4世の肖像もこのような戦略の一環だった。 知恵と戦の神ミネルバとして描かれたマリーは、夫アンリー4世と自身の軍事的才能を意味している。フランドル人画家の作品によく見られるように、フランドル出身のルーベンスも結婚を表現した作品に、定説を象徴する犬を描き入れている。さらに政治的安定を象徴する神として、正義を司るユースティティアを描いた。 悪行がはびこる地上に絶望して展開に帰ったとされるユースティティアの地上への帰還は未来のフランス王のもとで正義が履行されていくことの象徴となっている。幼いルイ13世は秩序の神テミスにあやされており、ルイ13世が将来のフランス王として即位することを示している。ルイ13世のすぐそばに描かれている蛇は不死の象徴である。ルーベンスは 伝統的に豊上を意味するヤギの角に加えて今後次々に誕生するマリーの子供たちを果物の中に描き入れている。マリーは愛情のこもった眼差しで我が子を見つめ繁殖の神がマリーの腕にヤギの角を押し当てている。これらは完全で温調に満ちた家族ができることを表している。摂生異常ルーベンスは マリー・ド・メディシスの生涯全作品の制作時を通じて論争を引き起こした出来事の絵画を描くときにはマリーとアンリ四世双方の機嫌を損ねないように最新の注意を払った。マリーはルーベンスに自身の生涯をありのままに描くよう依頼したがルーベンスは軍意や象徴に紛らわせた巧妙な表現を用いている。しかしながら一度ならず。 ルーベンスの宮廷画家としての自由裁量がマリーを正しく評価するような絵画を描くようにという理由で制限されたこともあった。この摂生以上はアンリ4世が暗殺される少し前にマリーがフランス摂生と同伴養育をアンリ4世から一任された時の情景を描いている。豪華なイタリア風建築物を背景にして描かれたこの作品は 当初描かれる予定だった構成と若干異なった内容で描かれた。マリーの右隣には自信を象徴する蛇に裸にされている懸命の愚位である女性、プルーデンスが描かれることになっていた。これはアンリ4世の暗殺にマリーが関与していたのではないかという当時の噂を打ち消すためだった。しかしながら、この描写はマリーには何ら、 やましいところはないということを確実なものにするために変更された。また、アンリ四世の背後から、その運命、戦い、そして死を告げる見柱の運命の女神、パルカも除去されている。書き直しを余儀なくされたルーベンスは、パルカの代わりに三名の兵士を描き入れた。この、殺傷以上の特筆すべき点に、オーブを一国べてに対する支配、権力を意味するシンボルとして、 最初に描いたことが挙げられる。ルーベンスはオーブをマリー・ド・メディシスの生涯の連作の4分の1にあたる6点の作品に描き入れた。ルーベンスが描いたオーブは古代ローマで皇帝の領土と権力を意味した大地のオーブの暗誘でフランス君主が古代ローマ皇帝と同等以上の存在であることを示唆しているのである。また、ルーベンスはオーブが伝統的に持つも 確実に意識しており、大きな効果をこの作品に与えている。本作品以降の連作に描かれているマリーとその、側近が引き起こす、出来事の序章であるとともに、マリーのフランス折衝時代が壮大な具合に満ちた、政治的意図の下で作品に描かれていることを、このオーブが伝える役割を果たしているのである。サンドニの体感。 サンドニの大観は、リュクサンブルール宮殿待合室の西側壁面の最北端に飾られていた作品で、それまで様々な神々から庇護を受けていた、マリーの独り立ちを意味する絵画である。待合室南東の角にあった出入り口から見て、最も目立つ2点の作品のうちの1点でもある。ルーベンスは、サンドニの体観を、画面右端に立つ2人の数奇鏡の赤いローブに、見られるように、 様々な会長の赤色を用いて円形から描いている。ルーベンスは続くアンリ4世の深刻化とマリーの接衝宣言でも同様に様々な会長の赤色を使用しており、このことがこれらに作品に一体感を与える効果をもたらしている。この作品にはパリのサンドニ大聖堂で体感するアンリ4世とマリーが描かれている。 アンリ4世の深格化とマリーの折衝宣言とともに、マリー・ドメディシスの生涯の中でも、中核となる絵画だとされ、どちらの作品にも、大地のオーブを受け取るマリーが描かれている。マリーは、数奇教ゴンディとスルディの案内で祭壇まで導かれ、ドベテューヌラが、マリーのそばに立っている。大冠式は、数奇教ジョアユーズが主催している。マリーの周囲には、王太子類13世。 王冠を持つコンティコフランソは、尺を持つヴァンタドゥール公、裁きの手を持つバンドー・ムキラが描かれている。コンティコーヒルイーズ・マルグリット・ドロレーヌとモンパンシエ、コーヒー・アンリエッタ、カトリーヌとジョアユーズが、マリーが着用するマントのトレーンを支えている。画面右上の後人には、アンリ4世がこの戴冠式を認可しているかのように描かれている。画面後方の群衆たちは、 新たな王妃の誕生を祝って手を振り上げ、マリーの頭上には豊穣と幸運の女神アブンダンティアと勝利の女神ウィクトリアがユピテルの王門のメダルを振り巻くことで平和と繁栄をことほいでいる。ルーベンスがこの作品に描いている金の縁飾りを施した大冠式の奉仕はメダル作家、業ョムデュプレが1610年に鋳造したメダルから着想を得ている。 デュプレのメダルには、マリーの依頼で、ミネルバに固くしたマリーとアポロンに固くした、ルイ13世の肖像が刻まれていた。アンリ4世の神格化とマリーの殺生宣言、アンリ4世の神格化とマリーの殺生宣言は、マリードメディシスの生涯全作品の中でも有名な絵画であり、ルーベンス自らが、リュクサンブルール宮殿の壁に飾った3点の作品の、うちの1点である。 この作品の主題は大きく二つに分かれている。画面左に1610年5月14日に暗殺されたアンリ四世が昇天する様子が描かれ、画面右にアンリ四世の死去後間もなくフランスの摂政就任を宣言したマリーとなっている。古代ローマ皇帝のような衣装を身につけた暗殺されたアンリ四世をユピテルとサトゥルヌスが神々の住処であるオリンポスへと誘っている。 ルーベンスのあらゆるグーイガーと同じく、この二柱の神々が、アンリ4世の神格カトマリーの折衝宣言に描かれているのには理由がある。ユピテルはアンリ4世の生成を意味し、有限の象徴でもあるサトゥルヌスはアンリ4世の現世での生の終わりを示唆している。この作品は、後世の巨匠たちにも大きな影響を与えた絵画でもある。例えば、 画面下部に苦悩に横たわっている武装を解除した戦争の女神ベローナはポスト印象派の画家ポールセザンヌが10回にわたって模写を願い出ている。ルーベンスが大胆なまでに古代神話からの偶意を作品に取り入れたのは友人である著名な天文学者、古美術品愛好家のニコラ・クロード・ファブリド・ペーレスクが収集した古代のコインが大きな役割を果たしていたという背景があった。 画面右に描かれている、新たに、フランスの統治者となったマリーは、未亡人にふさわしい厳粛な衣装を着用している。マリーは、外旋門と宮廷人たちに囲まれている。宮廷人たちがマリーにひざまずく中、擬人化されたフランス王国が、政権の象徴であるオーブをマリーに差し出している。この情景は、マリー・ドメディシスの生涯の一連の作品の中でも、 最も誇張表現がなされているものの一つとなっている。マリーは、アンリ4世が暗殺された日に、自身の殺衝就任を宣言したと公言していたが、ルーベンスはこの作品に、マリーからの依頼だったとはいえ、アンリ4世の暗殺とマリーの殺衝宣言を同時に、描くことに、かなりの抵抗感を感じていた。アンリ4世の深刻化,化とマリーの殺衝宣言の、 特に画面右側の描写は、同時代の芸術家たちの作品から影響を受けた、可能性がある。イタリア人画家、カラバジョが、おそらくローマで描いた、ロザリオの聖母の人物造形には、アンリ四世の神格化,化とマリーの殺傷宣言、右側との高い類似性が見られる。華麗な衣装を身にまとう講座の女性、ひざまずいて女性に手を差し伸べる群衆、そして偶意性、象徴性を帯びた、 人物像などである。アンリ4世の神格化とマリーの殺生宣言では、ミネルヴァ、プルーデンス、神々の摂理で、ロザリオの聖母では、聖ドミニク、聖地名者、ピエトロ、ドミニコ回収同士が描かれている。さらに、両作品に共通する重要なモチーフとして、他者を導く者、手袋、ロザリオが挙げられる。これら描かれている地物のすべてが、 作品に説得力を与えるとともに、ルーベンスが同時代のカラバッチョに抱いていた芸術的経緯が見て、取れるしかしながら、他の芸術家からの影響の有無に関わらず、ルーベンス自身の類いまれな芸術的才能が溢れている作品であると言える。神々の評議会、神々の評議会は、マリーが新たな殺政として、フランス政権を引き継いだことを記念する作品で、 王室の婚姻政策によってヨーロッパ諸国間に長きにわたる平和をもたらそうとしたことを表現した絵画である。キューピットというのが平和と愛をそれぞれ象徴する半円球を2羽の鳩と共に一体の円球にしようとしている。当時のマリーはフランスとスペインの関係強化を意図し息子のレイ13世とスペイン王女アナとの結婚、娘のエリザベートと スペイン王大使フェリペとの二重結婚を望んでいた。マリーにとってフランスとスペインとの同盟はその知性における最重要事項であり、両国の関係強化を通じてヨーロッパ全体の平和に貢献することがマリーの大いなる目的でもあった。神々の評議会はマリード・メディシスの生涯の中でも評価が低い作品の一つと言われている。神々の評議会には マリーが摂政として政権を担っていた時代にいかに注意深くフランス王国を運営していたのかが描かれている。反逆や騒乱を乗り越える情景などはアンリ四世の知性晩年の政策や理想を引き継ごうとしていたことを示唆している。この作品では特定の場所、時期、出来事ではなく様々な古代神話の神々で表現された展開が描かれている。このため、 この作品の主題を判断することは難しい。描かれている神話上の神々は、擬人化された符は、像を、噴撃、嫉妬を打ち倒す前傾のアポロンとパラス、そして後傾には、ネプトゥヌス、プルート、サトゥルヌス、メルクリウス、ファウヌス、フロラ、ユーエンタス、ポモナ、アプロディテ、マルス、ユピテル、ユノ、キューピット、ディアナである。この神々と展開の条件は、 マリーが平和裏にフランス王国を統治していたことを表している。有利ヒデの勝利、有利ヒデの勝利はマリーが摂政時代に経験した唯一の軍事行動を描いた作品で有利ヒデのフランス軍の勝利を主題としている。フランスにとって有利ヒは極めて重要な軍事的拠点だった。この場所でのフランスの勝利は栄光に満ちたものだとして、 マリー・ド・メディシスの生涯の主題に選ばれ、様々な具意、象徴で、マリーの英雄的資質と勝利を賛美した作品として描かれている。マリーは、色図を持つ右腕を高く掲げ、画面上部には勝利の象徴である、月桂樹の冠をマリーに被せようとしている、勝利の女神ビクトリアが描かれている。ビクトリアは、画面右の円形に見える帝国の和紙の象徴でもある。和紙は、 力の劣る他の鳥たちを大空から一掃する力を持っている。この作品に以前のマリード・メディシスの生涯では、マリーは女性らしさを意味する象徴物と共に描かれていたが、有利比での勝利には不屈の勇気の象徴であるライオンが描かれている。画面左に描かれている宝物を手にした女性像は、寛大、高潔を擬人化した女性である。 この女性が手にしている宝物には、マリーが大切にしていた真珠の飾り紐も描かれている。画面右に描かれているトランペットを吹く人物像は、名声の擬人化で、激しく吹かれるそのトランペットの先からは、煙が出ている。有利ヒデの勝利は、極めて過美な作品で、崩壊した都市を背景に勝ち誇るマリーが描かれている。白い群馬に起乗したマリーは、 生前のアンリ四世のように戦場で相手を打ち負かしたことを固辞しているのである。スペイン国境での王女の交換。スペイン国境での王女の交換は、1615年11月9日に、マリーの息子リー13世と、スペイン王女アナ、娘エリザベートと、スペイン王大使フェリペとの間で挙行された二重結婚が描かれている。フランスとスペインは互いに若き王女を嫁がせた。 海添えしているのはおそらく結婚の神ヒュメナヨスである。王女たちの頭上では二人のプットが婚姻の松明を振りかざし、西風の神、ベンティが春を告げる暖かい風とバラの花びらを振りまいている。国民の幸福を基人化した神が、法上の象徴であるヤギの角から王女たちに黄金のシャワーを浴びせ、その周囲では蝶の羽を持ったプットが輪になって飛び交っている。 画面下部には、シンとワタツみたちが二人の花嫁に祝意を捧げている。シンは壺に右腕を預け、真珠の宝冠を被った、ネレイスが花嫁たちに、真珠の飾り紐と三号を、婚礼の贈り物として差し出し、トリトンが婚礼を祝福して、ほら貝を吹いている。この二重結婚は、フランスとスペインの関係強化を意図した、政略結婚であり、 フランスとスペインの国境を流れるビダソア川の浮島で行われた。互いに右手で握手する二人の王女を擬人化されたフランス王国とスペイン帝国が改造している。画面左側のスペインのヘルメットにはその象徴であるライオンの飾りがあり、右側のフランスはフランスの紋章であるフルールドリスが刺繍された衣服を身にまとっている。当時スペイン王女ンは 当時14歳で、フランス王女エリザベートは12歳だった。古国スペインに別れを告げるかのようなためらいを見せる、案に、擬人化されたフランスが優しく、左手を差し伸べている。擬人化された、スペインも、エリザベートに左腕を差し伸べている。摂政、マリーの私服、摂政、マリーの私服は、その制作経緯から、有名な作品となっている。 マリー・ド・メディシスの生涯の他の作品は、すべてアントウェルペンのルーベンスの工房で制作されたが、この、セッショマリーの私服だけは、デザインから完成に至るまでルーベンスが、フランスで手掛けた。すでにルーベンスは、セッショマリーの私服の前に、ルイ13世によるマリーのパリ追放を主題とした、作品を完成させていた。しかしながらこの作品が宮中で、 大きな論争を巻き起こしたために、大体となる、新たな作品を完成する必要に迫られた、ルーベンスが新たに書き直したのがこの絵画である。セッション、マリーの私服が完成したのは1625年で、マリー・ドメディシスの生涯の連作の中で最後に完成した作品となっている。描かれているマリーは、正義の女神に固くして描かれ、周囲には、 古代神話の主要な神々が付き従っている。キューピットミネルバ、プルーデンス、アブンダンティア、二柱のファマラが、それぞれの伝統的な象徴物と共に表現されている。そして神々は、自らの象徴物、キューピットはやプルーデンスは蛇の形状をした賢明アブンダンティアは、ヤギの角をマリーに授けている。兜と盾を身につけて、 マリーの左肩近くに立つ知恵の女神ミネルバは、マリーの摂生時代が優れたものだったことを示唆している。鎌を持つ時の神サトゥルヌスは、フランスの将来を導くものとして描かれ、ファマはその先触れとして、トランペットを手にしている。画面下部の4人のプットの前で打ち倒されているのは、戦争、無知、悪徳が擬人化されたもので、摂生、マリーの私服にも、 マリー・ドメディシスの生涯の他の作品と同様に、極めて多くの悔いや象徴が散りばめられた作品になっている。摂政・マリーの私服は、マリー・ドメディシスの生涯の中でも解釈が容易で、わかりやすい作品と言えるが、それでもいくつかの点で議論になってきた。この作品はマリーを正義の女神に例えて賛美した絵画ではなく、神々が世界を律していた黄金時代、 すなわちユースティティアが地上に存在していた時代への回帰がこの作品の主題であると解釈する説がある。この説はルーベンスが残したこの作品の主題はフランス王国の特定の事象に研究したものではないという記録によっている。この作品に描かれている市民の冠だとされる多くの花冠のような数点の象徴物は当時のフランスが 先制君主に霊属させられている国だとみなされていたことを意味する。さらに、黄金時代を統治していたサトゥルノスがこの作品に描かれていることもこの解釈を示唆しているかのようであり、ルーベンスも黄金時代というテーマを意識していたことはほぼ確実だと言われる。しかしながら、おそらくはこの作品の制作をめぐる一連の騒ぎが原因で、 ルーベンスは1625年5月13日に友人のドペーレスクに送った重要な書簡が存在している。王太后がフランスを追放された場面を描いた作品が撤去されたため、私は優雅なるフランス王国を主題にした全く新しい作品を描きました。科学と芸術の再生をふんだんに盛り込み、正義の天秤をもってこの世界を注意仏閣公正に保とうとする。 輝く玉座に座した、優雅な王太后を描いた絵画です。ルーベンスが急遽、摂生、マリーの私服を描かなければならなかったこと、ドペーレスクへの書簡に、黄金時代に言及した文言がないこと、マリーを正義の女神に固くした絵画作品が、当時数点描かれていたことから、ほとんどの研究者から、摂生、マリーの私服は単なる偶意画であり、これは、ルーベンスの作風と、 マリー・ド・メディシスの生涯の他作品との関連性からも確実であると考えられている。ド・ペーレスクへの書簡に記されているマリーのパリ追放を描いた作品が撤去されたのはマリーの殺傷時代の幸福が当時支持されていたためにルーベンスは書簡に記したようなより無害な主題の作品を描かねばならなかったと考えられている。ルーベンスは書簡でこの作品について さらに言及している。この作品は政治的な主題を扱ったものでも、個人的な業績を扱ったものでもありません。摂政時代は高く賞賛されてきました。私が任された仕事はスキャンダルや不満の声につながるような主題を持つ絵画制作ではなかったのです。ルイ13世の国王就任、ルイ13世の国王就任は、 母から息子への政権以上を抽象化、偶意化して描いた作品である。息子のルイ13世が幼少だったため、摂政として、フランスの政権を司っていたマリーが、新たな王ルイ13世へと船の舵を渡している。この船は、フランス国土の象徴であり、舵を操るルイ13世がこれからのフランスを、導いていくことを意味している。船の小切手たちが何の偶意なのかは、 戦隊側面にかけられたそれぞれの象徴物が刻まれた盾から特定できる。画面手前から二人目の小ぎ手の盾には四体のスフィンクス、巻きつく蛇、そして下を向く目とともに輝く祭壇が刻まれている。これらは経験あるいは信仰の象徴でマリーがルイ13世に対する国内の宗教を一つにまとめ上げることへの記念を意味する。 ルーベンスが描いたパレード船とも呼ばれる、この船は古代ローマの詩人ホラティウスからの影響を受けている。ホラティウスが歌ったパレード船は、選手が、ドラゴン、船尾が、イルカの彫刻で飾られた船だった。ルイ13世は、フランス国土を象徴する、この船を操舵し続けてきた母、マリーを見つめている。激しい黒雲の中には、古代ローマのラッパと、 おそらくはトランペットを持つ二柱の浜がそれぞれ描かれている。四名の小ぎ手は、擬人化された力、信仰、正義と調和の神、コンコルディアである。方調整しているのは、懸命のグーイプルーデンスか、節制のグーイテンペランスだとされている。画面中央のマスト前に立っているのは、フランス王国の化身である。フランスは、右手で喫立した炎を掲げ、 左手には王国あるいは統治のオーブを持っている。画面の一番手前で貝を伸ばしている。女性像は縦に刻まれたライオンと円柱から力の擬人化だと判断できる。力の髪色はマリーとルイ13世の髪色は信仰と似ている。マリーの傍らに力の化身が描かれた作品からは王太郷が持つ権力が連想される。しかしながら、 マリーの外貌は受け身であり、以降ルイ13世がフランスの王権を握ることを、これ以上ない優雅さで認めているように表現されている。ブロワ城からの脱出、ブロワ城からの脱出は、幽閉されていたブロワ城からのマリーの脱出事件を描いている。マリーは威厳に満ちた立ち姿で描かれ、マリーの物腰からは、カトリック教徒の召使いや兵士たちでその場が、 混乱状態に陥っていることが示唆されている。後に、マリーが、フランスの表舞台に復帰することが、夜の神ニュクスと明けぼのの神アウロラが描かれている、ことからわかる。夜の神が事件が起こった時刻を表し、明けぼの神が女王を群衆から保護してその道を、明るく照らし出すという、神話の役割通りの意味で描かれている。ルーベンスはこの作品を正確な写実ではなく、 マリーの英雄的精神をより強調して描いた。マリーのブロワ城脱出が記録された古文書によると、ブロワ城からの脱出に描かれている情景は、史実と全くかけ離れたものになっている。ルーベンスはマリーの気分を害することを危惧して、この絵画にマリーに対する否定的事物を一切描いていない。このことがブロワ城からの脱出を、 写実的ではない雰囲気を持つ作品にした。マリーは簡素な外観で描かれているが、軍隊を圧倒する権力を持っていることが暗示されている。脱出する際に経験したであろう。いかなる苦難もマリーの様子からは感じられない。画面前面に描かれているマリーに近づこうとしている男性が誰なのかは分かっていない。背景に描かれている大きな人物像は軍隊の偽人化で、 マリーの信念が軍隊よりも権威があることを象徴している。アングレームの条約、アングレームの条約には神々の伝令メルクリウスが差し出すオリーブの枝をにこやかに受け取るマリーが描かれている。二人の死祭はルイ13世が出した追放命令によって生じた両者の対立についてマリーが話し合いに応じる用意があることを意味している。 ルーベンスはマリーを描くにあたっていくつかの技法を用い、明瞭な光の中に立つマリーが、若き王の守護者であり、経験豊富な助言者であるかのように表現している。マリーの背後の第には、ミネルバの象徴であるエイチと、勝利と苦難を象徴する月桂樹を手にした二人のプットの彫刻がある。この月桂樹は、マリーの潔白を意味している。マリーの謙虚な、しかしながら、 すべてを悟ったような眼差しはマリーが持つ英知を告げている。密接して描かれたマリーと司祭たちは、メルクディウスが象徴する不実なルイ13世側とは異なって、マリー側が誠実な立場であることを示唆する。ルーベンスは、メルクディウスがカドケウスをモモーラに隠すように持っている描写により、メルクディウスを不正直な存在であるという印象を持たせている。 ルイ13世とマリーには未だに、しこりがあるということを際立たせるために、司祭やメルクリウスが描かれているのである。マリーの足元で吠えている犬は、悪意を持って近づいてくる他者に対する警戒を意味する。様々な偶意と象徴が用いられ、複数の意味に解釈可能でつかみどころのない作品である、アングレームの交渉に、ルーベンスはマリーを良識的で分別のある女性として、表現。 あるいは、誤った表現で描いた。いずれにせよ、この作品のマリーは、優しさに満ち、謙虚な母親であるとともに、生来の君主の威厳を持って描かれている。一連のマリー・ドメディシスの生涯の作品の中でも、このアングレームの交渉が、最も解釈が難しく、議論となってきた作品であり、定説となっているものもほとんどない。少なくとも確実であろうことは、 マリーが自身の王権を主張してはいるが、それでも、なお、母子の関係修復に向かって一歩目を踏み出した、情景を描いた作品だろうということである。アンジェの平和、アンジェの平和には、危機から逃れるマリーが描かれている。1620年にマリーは、ルイ13世に対して反乱を起こしたが、レポンドイコールセの戦いで敗北し、アンジェで不本意な休戦協定にサインさせられた。 マリーが保護を求めていることが、治安を司る神殿、柱間の不吉な象徴物、空を覆う黒雲で表現され、さらに不本意な急戦を受け入れることに対する動揺を意味する象徴物も,も描かれている。円形の神殿は、古代から現代に至るまで見られる構造で、ユノとマリー自身に関係のあるイオニア様式の建物でもある。神殿上部の窪みには、 アウグスタの保護と刻まれた名盤があり、この建物が王太后を保護する神殿であることを表している。アンジェノは僕がマリーの安全、あるいは保護を主題とした作品であるかについては議論があるが、敗北に屈することのないマリーの精神性が描かれていることは確かである。古代ローマ風の情景に描かれたマリーは神の力の体現者として描かれており、 マリーの顔を照らす光がそのことを鑑賞者に訴えかけている。これら様々な空意や症状を突き詰めていくと、マリーの深刻化に修練していく。異なる衣装を着用した二人の女性はどちらも平和の擬人化であり、このことからもルーベンスは、アンジェの平和の鑑賞者に困惑あるいは興味を与えることによって、この作品をより深く全体を通じて鑑賞してもらう。 ことを期待していたと考えられている。完全なる和解、完全なる和解には多頭のヒドラに致命傷を与える、擬人化された神の方とそれを見つめる、摂理が画面前景に描かれている。瀕死のヒドラはルイ十三世の長身で六百二十一年に病死したルイヌコシャルルダル・ベールに犠せられている。フランス軍最高司令官でマリーと対立していた。 ダルベールの死は、マリーとルイ13世の関係改善に寄与するのではないかと思われたが、マリーの最大の敵であったコンデがすぐにダルベールの地位を継いだ。歴史的事実を反化し、軍や象徴を用いて慎重かつ曖昧に描き出すというルーベンスの技術は、特に和平や和解を絵画に表現する際に極めて有効な技法だった。自身の調信で、 マリーのパリ追放時に殺害されたアンクル公爵、コンチーノ・コンチーニの名誉挽回を願っていたマリーは、コンチーニの死に関係していた、ダルベールへの個人的反感を描かそうとした、可能性もある。しかしながら、後に、騒動の瞬が生じることを嫌ったルーベンスは、具体的な描写を避け、空意画としてこの作品を描き上げた。あくまでも芸術家としての王道を選んだルーベンスは、 政治的主張を作品に盛り込むのではなく、美徳が悪徳を駆逐して、平和裏に和解が訪れる情景としてこの作品を描いたのである。ダルベールは、ルイ13世とマリーが激しく対立する原因となった人物であるとみなされていた。そのため神々の怒りを買い、地獄に落とされた、ダルベールを激しく非難する作品だと解釈することは、さほど難しいことではない。 和解では、ルイ13世はアポロンに犠せられて描かれている。アポロンはヒュドラの死に無関心で、その死が当然のことであるかのように描かれている。ヒュドラに死を与える役割は、アマゾネスのような姿の女戦士に任されている。なお、現在の作品にはその痕跡も残っていないが、和解の初期の下絵には、かつての長身を忘れ去り、 女戦士と共に平然とヒュドラを虐殺していた、ルイ十三世が描かれている。真理の勝利、真理の勝利は、マリーの生涯に関する絵画としては最後になる作品で、ルイ十三世とマリーとの和解が天国を背景にした、純粋な偶意画として描かれている。マリーとルイ十三世は展開に浮かび、調は、相互理解の女神、コンコルデアの象徴を手にして、見つめ合っている。 コンコルディアは、ルイ13世からの謝罪と、両者の間に訪れた和平を示唆している。画面下部には、時の神サトゥルヌスが、真理の女神ウェリタスを天国へと抱え上げ、真実と両者の和解を白日の下に晒そうとしている。真理の勝利では、時の神と真理の女神の描写が、画面全体の4分の3ほどを占め、残りの画面上部には、マリーとルイ13世が描かれている。 マリーの死体は大きく描写され、ルイ13世より大きな空間を占めている。明瞭に描かれたマリーの体は画面に向かって生体しており、このことがマリーの重要性を際立たせる機能を果たしている。また、マリーをルイ13世と同じ身長で描くことで、より一層マリーの重要性が強調されている。ルーベンスは真理の勝利に描かれている。 人物像の仕草や視線を効果的に用いることで、マリーの重要性を最大限に高めている。コンコルデアの体はマリーへと向かい、サトゥルヌスの視線はマリーを見上げている。どちらの神も、ルイ13世には無関心である。ルーベンスは、マリー・ドメリシスの生涯の他作品と比べて、真理の勝利でのマリーとルイ13世を、より年齢を重ねた外貌で描いている。 両者の真の和解は、文字通り天国でしか結ばれなかったのかもしれない。現在では、マリード・メディシスの生涯は、マリーのフランス統治を主題とした連作だと、考えられている。ルイ13世の長身シャルル・ダルベールの死が、マリーとルイ13世の和解に、大きな役割を果たした。1622年1月にマリーは、王立議会への再任を果たし、 かつての汚名をす,すいで名誉を完全に回復した。正義の勝利は、マリーとルイ13世の関係修復を通じて、真実が明らかになったことを伝えるために描かれた作品なのである。アンリ4世紀の死後、摂政として、フランスを統治したマリーの政治的思想として、諸国との外交は、婚姻政策によるべきだというものがあった。マリードメディシスの生涯の長尾となる、この 正義の勝利は、娘、アンディエット・マリーと、イギリス王大使チャールズとの結婚に間に合わせるために、急いで制作された作品だった。マリーの母である、トスカーナ大公妃ジョバンナ、マリー、マリーの父である、トスカーナ大公フランチェスコ一世の肖像画。残る3点の作品は、マリー、父である、トスカーナ大公フランチェスコ一世、母である、 トスカーナ対抗比除ンなの肖像画である。両親の肖像画は、それぞれ、リュクサンブルール宮殿の段度の両側に飾られていた。フランチェスコ一世の肖像画は、段度の向かって、右側にかけられており、マリーの支出へ通じる廊下に面していた。フランチェスコ一世は、アーミンの毛皮で縁取りされたマントを羽織り、胸元には、 フランチェスコ一世の父子路も一世が創設したトスカーナ聖ステファノ騎士団の十字架を下げている。ジョバンナの肖像画は段ド左側で出入り口に向かって飾られていた。ジョバンナは金紙で刺繍された銀のガウンを着用しているが、その高貴な羊を示唆するような衣装は何も身につけていない。ジョバンナの肖像画は人物描写、デザインともに、 イタリア人画家アレッサンドロ・アローリが描いた肖像画によく似ており、同じくイタリア人画家ジョバンニ・ビゼッリモ・アローリの肖像画の武者を残している。ルーベンスはこれらの肖像画を目にしていたと考えられており、ジョバンナの肖像画もその影響を受けている。しかしながら、ルーベンスが描いたこのジョバンナの肖像画は全体的に印象が薄く、アローリの作品よりも評価が低い。 ルーベンスは、高貴な人物を描くための16世紀当時の伝統的手法を排除し、ゆったりとした物腰のジョバンナを描いた。単純なドレープの衣装で描かれたジョバンナは、病弱で弱々しい印象を与えている。フランチェスコ一世の肖像画に影響を与えた作品は分かっていない。しかしながらルーベンスがこの歴史的人物を描くに、あたって、 何らかの信頼できる作品を参考にした可能性はある。具体的には、フランチェスコ一世とフランチェスコ一世の弟、フェルディナンド一世の彫像ではないかと考えられている。ジョバンナの肖像画とフランチェスコ一世の肖像画は、それぞれの作風が大きく異なっており、さらには、どちらの作品も、ルーブル美術館のメディチの間に展示されている他の作品と全く調和していない。 描かれている背景も殺風景で、虚栄心に満ちているかのような、豪奢なマリーの肖像画とは比べるべくもない。ルーベンスは、リュクサンブルール宮殿に飾るための作品の多くを食い、溢れる絵画として描いたが、フランチェスコ一世とジョバンナの肖像画の構成は、単純であり、平凡なものになっている。さらにこの2点の肖像画は、どちらもモデル本人に似ていないとさえ言われている。 元々は、マリー・ド・メディシスの生涯の制作以来に、アンリ・四世の生涯を描いた絵画の制作も、含まれていたが、結局完成することはなかった。この通称、アンリ・四世の生涯は24点からなる連作で、アンリ・四世が、その生涯に、経験した戦争、遠征、都市包囲戦などの軍事的成功を描く予定になっていた。 リュクサンブール宮殿のマリーが住む翼島とアンリ4世が住んでいた翼島はアーチ構造の展示室部分で接続される計画になっていた。最終的にはマリード・メディシスの生涯とアンリ4世の生涯が完成すればこの展示室にそれぞれの連作の絵画がタイになる絵画と共に飾られる予定だった。マリード・メディシスの生涯を制作中だった時期にルーベンスは アンリ四世の生涯用の死体を描いていない。ルーベンスが残した書簡には、その主題があまりに大規模で壮大であるため、展示室が10は必要でしょうと書かれた箇所がある。また、1628年1月27日には、ルーベンスがこれまでに一度もアンリ四世の生涯用の死体を描いたことがないと発言した記録も残っている。後に、ルーベンスが アンリ四世の生涯のために描いた9点の油彩下絵と5点の大きな未完の絵画が現存している。下絵の多くはパリ攻略のようなアンリ四世が関係した戦争を主題として描かれていた。アンリ四世の生涯が未完に終わった重要な理由として当時の政治的情勢が挙げられる。1631年にマリード・メデシスは 国王類十三世を凌駕するほどの権力を持っていた数奇教李主流によってパリを追放された。その結果リュクサンブール宮殿の展示室の建築が何度となく延期され、アンリ四世の生涯の制作計画も完全に停止されている。そしてアンリ四世の生涯の制作に関する全権を任された李ュ流は虚構に基づいた。 アンリ四世の絵画の制作中止をルーベンスに言い渡した。リシュリューがアンリ四世の生涯の制作中止を決めたのは政治的な側面も大きかった。スペイン王家から外交官としても徴用されていたルーベンスはこの時期マドリードに滞在しスペインとイングランドの親善外交の任務のためにロンドンへおく準備をしていた。ルーベンスが受けていたこの任務はィシュリューが掲げる 外交政策とは真っ向から反するものだった。ルーベンスはリシュリューから疎まれるようになり、リシュリューはルーベンスの代わりとなるイタリア人芸術家を熱心に探し始めた。ルーベンスの制作作業も途絶えがちとなっていき、1631年にマリーが追放されると、アンリ4世の生涯の制作が完全に中止されることとなったのである。ルーベンスにとってみれば、 政治的背景を理由とした絵画制作の中止は邪番であり、このことが自身の画家としてのキャリアに及ぼすかもしれない影響にも楽観的だった。私はすでに他からの依頼による作品に取り掛かっています。この作品の題材が以前のものよりも私の評価を上げてくれることを確信しています。アンリ・サンセイとナバラ王、アンリの若いロチェスター大学記念美術館、 アンリ四世の生涯の下絵の中に、アンリ三世とナバラ王、アンリの若いと呼ばれる、アンリ四世が、フランス王の座に大きく近づくことになった出来事を、主題とした重要な下絵がある。当時のフランス王は、アンリ三世で、アンリ三世には、啓子がいなかったために、弟のアンジュ公ーーフランソアが、大継承権、第一位だった。 しかしながらフランスはが1584年に死去すると、フランス王位継承者は、ナバラ王・アンリだと目されるようになった。しかしながら強皇直所で、ナバラ王・アンリのフランス王位継承権の無効と、カトリック教会からの破門が宣言されたため、ナバラ王・アンリはこれに異議を申し立て、フランス王位継承権をめぐって、三アンリの戦いに突入していった。その後、 対立していたカトリック同盟の指導者、ギーズ校アンリ一世を暗殺したことで、パリを追われたアンリ三世は、ナバラ王アンリと会見し、ナバラ王アンリの多い継承権を認めることで和解して、事態の収拾を図ろうとした。この時の情景をルーベンスが描いた下へ、アンリ三世とナバラ王アンリの和解は、玉座の越見室を舞台としているが、当時の記録によると、 両者の会見は多数の人々に注視されている庭で行われている。アンリ三世とナバラ王、アンリの和解では、アンリ三世の前で頭を垂れるナバラ王、アンリが描かれており、当時の目撃証言からもこの様子が事実であることが確実視されている。アンリ三世とナバラ王、アンリの和解には、アンリ三世の上で王冠を持ち上げるプットが描かれており、 フランスがアンリ四世に異常されることを示唆している。ただし実際に、ナバラ王、アンリがアンリ四世として、政権を掌握するのは、数ヶ月後の1589年8月1日に、アンリ三世が暗殺されてからのことだった。ナバラ王、アンリの背後には、ナバラ王の貴重である羽飾り付きの兜を持つ故障が描かれ、その足元には忠誠を象徴する犬が描かれている。 アンリ三世の背後には、おそらくは、詐欺と不和を擬人化した二人の不吉な人物像が描かれている。イブリーの戦い浮きチ美術館、アンリ四世の生涯は、アンリ四世が経験した数々の戦争が主題となっていた。その暴力的で激しい構成は、マリー・ド・メディシスの生涯に描かれた平和や異名がある、人柄といった構成と交代称と言えるものになっている。 イブリーの戦いは、アンリ4世がパリを統一するにあたって、最も重要な役割を果たした戦いを描いた、死体である。主にグレーで彩色された、この死体には、アンリ4世の戦いの中で最も有名な戦いで、際立つ、戦装束に身を包んで燃え上がる剣を掲げるアンリ4世が描かれている。 アンリ四世の背後には勝ち戦に狂乱する、後ろ足で立つ馬や落馬した騎士などの軍勢が描かれている。この、イブリーの戦いは、マリー・ド・メディシスの生涯のサンドニの体感と体になる作品として描かれる予定だった。アンリ四世のパリへの外旋ウフィチ美術館、アンリ四世のパリへの外旋の下絵には、最後の重要な戦いを終えて、パリに外旋する。 アンリ四世が描かれている。ルーベンスは、このアンリ四世のパリへの外旋を、最も大規模で重要な絵画として、リュクサンブール宮殿展示室の最後を飾るにふさわしい、作品にしたいと考えていた。アンリ四世のパリへの外旋には、平和を象徴するオリーブの枝を手に、古代ローマ皇帝の装束で、パリへ外旋するアンリ四世が描かれている。とはいえ、 実際にはアンリ4世がローマ皇帝の出でたちでパリに外戦したことはない。あくまでもローマ皇帝の装束は勝利の象徴として採用されていると考えられている。描かれている建物や外戦門は当時のパリには存在していなかった。何らかの歴史的出来事を元にしているのではなく古典的な風位であり、この時点でのアンリ4世の最終的な目標はフランス王位だった。 アンリ4世のパリへの外旋は、マリー・ドメディシスの生涯の、アンリ4世の深刻化区とマリーの折衝宣言と対になる作品だった。パリでのアンリ4世の慈悲は、マリー・ドメディシスの生涯のオリンポスでの平和を描いた、情景に対応している。アンリ4世の平和は俗界に描かれ、マリーの平和は展開に描かれている。パリでのアンリ4世の慈悲には、アンリ4世の軍勢が、 反逆者たちを橋の上から川へ投げ込んで、パリを攻略していく情景が表現されている。その一方で画面左隅には、慈悲をもって、寛大な処置を側近たちと話し合うアンリ四世の姿が描かれている。ありがとうございます。